目黒蓮、ジャニーズジュニア時代の、ハッタリは未経験のローラースケートマスターまでの特訓期間は、4、5日、人気グループ、スノーマンの目黒蓮さんがこのほど、東京都内で行われた主演連続ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、7月14日から金曜午後10時の制作発表会見に登場。目黒さん演じる春がハッタリを聞かせて逆境を乗り越えていくキャラクターであることから、ハッタリで乗り切ったエピソードはという話題に、目黒さんは、ジャニーズジュニアの時、ローラースケートをできる人いますか?というのに、僕ローラースケートを履いたことなかったけど、できます、と言った、とハッタリを口にしていたことを明かす一幕があった。ハッタリを言った理由について、目黒さんは、ジュニアの時、先輩のバックで踊るとか任された仕事ができなかったら、人数がたくさんいるので、すぐ別のジュニアにすぐ変えられちゃう、と前置きし、そこでできると言わないと出番は回ってこない。そういう感じの自分でやっていました、と説明した。目黒さんは仕事を逃がさないために、ローラースケートを披露するまでにできるようになっていればいいやと考えた。そこから猛特訓してできるようになり、最初から、できます、というテンションで本番に出ていくみたいなのはあった、と振り返り、MC から練習期間を確認されて、4日、5日じゃないですかね、と応じると、会場からどよめきが上がっていた。